はい、丸山動物園からお届け、札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは飼育員の菅原理沙さんです。菅原です。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は飼育員の方インタビューできるよっていうことで楽しみにしてまいりましたこの若い女の子でした。今いくつ？25です。25歳。ということはもうこの春、この春来たばっかり。来たばかりですね。この春来たばっかりということなんです。なので早速ね、今日の菅原さんに聞いていくお話、3つのキーワードにまとめてみました。早速いきますね。はい、はい、こちらになります。まだ3ヶ月の新米です。父が動物好きでした。信頼される獣医になりたい。ということで3つのキーワードで伺ってまいります。まだ3ヶ月の新米ですということなんですけれども、ねえ、どうですか？3ヶ月経ちました。そうですね、まだわからないことだらけで、はい、あれなの、あの丸山動物園の獣医さんっていうのは、はい、獣医さんの学校出たらすぐこう配属される感じなんですか、獣医さんになるって？いや、人によると思うんですけども、はい、うん、卒業して、まあ、市の職員に、市の職員になるんだよね。そうですね、市の職員になって、はい、まあ獣医の免許を持っていると、はい、配属先の一つに、まあ、丸山動物園があるという感じです。そうなんですね、はい、最近朝は、8時くらいには着替えて園内を回れるように、はい、早いね。8時にはもう着替えて見回りするんですか？うん、ああ、うん、はい、そうですね。 それから、うん、まあ、いろいろ朝そんな早く来なくちゃいけないの？何時出勤なんですか？8時45分、うん、本来は8時45分出勤なんだけど、はい、そんなに早く来て何やってんですか？園内の動物を見て回ってます。うん、朝のこう一周園内見回りを朝の日課に、日課にって言ったらちょっと違う、日課みたいなのね、はい、一周見てどういうところ見て歩くの？今日、まあね、昨日だったら元気かなとか、うん、今日は何してるかなとかいうのを見たり、治療中のものがいたらおかしくないかなっていうのと、はい、あ、治療中の動物がいると気になってちょっと早めに来て見てみたりそうですね、あの園内こうぐるっと、はい、やっぱ毎日見てても、やっぱり昨日見てても今日もやっぱり毎日一周見といた方がいいもんなんですかね？そうですね、うん、なんか毎日見ないといつもの様子がわからない、うん、だからいつもの様子をまだ把握しきってないので、はい、そのいつもの様子というのを把握するために回っている感じ。そうか、いつもの様子を把握するために回るんですね。そうですね。あ、なるほど、はい、あれですか、あの動物の、まあ、獣医さんですから、はい、治療に当たられてると思うんですけど、はい、何かこう何担当とかないんですか？飼育の方は、はい、特にはないです、うんうん、全部見るの？治療は全部。あ、治療は全部見るんですか？見ます。本当？はい、ウサギからキリンまで。ウサギからキリンまでそうです。あ、そうなんですね、それはなかなか大変ですね。あの丸山動物園獣医さん何人いらっしゃるの？今現場に出ているのが私含めて3人、はい、3人で全部見てるの？そうですか。菅原さんがまあこの春からの新米さんじゃないですか。あとお二人は何年、どれぐらいなんですか？一番上の方が 9年目だと思います、はい、で2番目の方が4年目ぐらいな。そう、すごいね。やっぱりこう先輩方は違いますか？違います。あ、全然違います。どういうところがすごい？いや、見て、はい、見に行って、これはこうだから次はこうしようとかの判断がやっぱ早いです。うん、何していいかもまだいまいちよくわからないです、これだから
からこういうのが考えられるっていうのも全然わからないので、まだあこれはこうだねとか言ってるのを見ると、はい、あそうなんですやっぱりあの毎朝ほら菅原さんが動物 の、はい、あの今日の状態いつもの状態か、はい、普段の状態をよく見てないと、はい、何かあった時 の、 そのいつもと違うなっていうのが見落としてしまって、はい、そう、その辺がやっぱり違うんでしょうかね。そうですね、これが朝は毎日見てるつもりなんですけども、はい、これがこうだから気をつけて見といてねとか言われることもあって、そういうところにまだ目が行ってなかったりすると、先輩さすがだなと、すごいなと、あの動物のそこに気づいてたから私はまだまだだみたいなまだまだです、でもすごいね、そんな先輩はやっぱり分かるんですね。あの、まあ、比べちゃいけないけど、うちも犬飼ってますけどね、やっぱりその犬猫とやっぱり動物園の動物はやっぱり違うんでしょうね。そうですね、基本的に動物園の動物っていうのは野生動物に近いものが多いので、はいはい、まず、まあ、もちろんおとなしく抱かれてはくれない、はい、おとなしくしててって言ってもしてはくれないし、やっぱり野生下だと、あの体調が悪いっていうのを見せてしまうとそれ襲われちゃう、自分の命に関わることなので、めったに見せないんですよね。見せた時にはもう手遅れっていうことがあるので、やっぱりそれにちょっとしたことに気づけないっていうのが、もうそれが命取りみたいな感じになるっていうの。そっか、野生動物は弱みを見せると命取りだからそう、体調具合悪いところがあっても隠すんだ。隠すですね。はい、そうですか。それ見るのは大変ですね。だからこそのさっき朝早く来てね、園内一周見て回るっていうのが大事なんですね。そうですね。あ、人だったらここが痛いからどうしてくれとか、ちょっとここが気持ち悪いとかいうのは、昨日からしくしく痛むんですそういうことを言ってくれますけど、やっぱ動物は言ってくれない、本当そうですねなんか見てたら痛そうだなとか、大丈夫そうにしてるけどなんか歩き方が変、ちょっと痛いんじゃないかなみたいな、そうですね、ちょっと餌残すようになったなとかいうのは、あ、でもそういうのは飼育員さんの方が、はい、分かってらっしゃる。うん、いや、昨日から昨日食べないんだよねって、そうなんですか、あそう、じゃあちょっと様子を見るのもそうだし、飼育員との方とのコミュニケーションっていうか、そうですね、今日こんな様子だったよっていう言ってもらう情報も大事、大事です、ね、とても大事ですね。あ、なるほど、はい、飼育員さんはしっかり見ていらっしゃるので、本当に、いやすごいですねまだ3ヶ月なのに、でも確かに動物見るっていうのはまた相手が犬猫と違いましてね、そうですね、野生の動物っては確かにそういうところあるかもしれませんね。そこをちゃんと先回りして、はい、調子いいとか悪いとかっていうのを見てあげる、とても難しいお仕事だと思います。そこがまた先輩がさすがっていうね、先輩さすが、先輩さすが、そうですね、そんなあの菅原さんです。じゃあ2つ目のキーワードに行きましょう、はい